武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は北里大学医学部医学科の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が2科目で100分、理科2科目で100分ですねという形となっており、全てマークシート、になっています。でここの範、大学は原子の範囲を除くというふうに明言しておりますので、まあ、それ以外の範囲からの出題という形になっています。で、まあ、基本的に力学、が、まあ、範囲としては出やすく、また電磁気、熱力学も、かなり出やすいで、プラス大問1個に総合問題がありますので、まあ、基本的にはその原子以外の4分野は必須で、その中でもまあ力学、電磁気、熱力学の順で、まあ、大問では出やすくなっているという形ですね。で問題の難易度的にはですね、一つ一つの問題は割と標準なんですが、ただ聞いてくることが結構細かいというか、その設問数が多くなっては、いますので、かなりその50分でやれと言われるときつい時間、になってるかなと、まあ、量になってるかなという形ですね。で、あの選択肢が非常に多い、形となっており、まあ、見間違いでマークミス、するなんてことがないようにということですね。ここが、結構引っかかりやすいような選択肢もあるので、まあ、そこは確実にミスらないように仕上げておきましょう。なので基本的にはマーチレベルまで仕上げて、できればマーチの参考書を、マーチレベルの参考書をもう一冊やる、例えば両門の数やった後に基礎問題成功をやるとかですかね、などをやって、そのだったりあとは計算練習をする、など、まあ、あとは徹底的に今までやった参考書をやり直して完成度上げて早く解けるようにするっていう、その今までの参考書がどれだけ早く正確に解けるかっていうことのやり込みもそうなんですが、全体的にその完成度を高く仕上げて、見た瞬間解き方が分かるとか、解き方が思いついた瞬間ちゃんとミスらずに回答に時間内に持っていける能力っていうのを鍛えることに意識を向けて学習するように心がけてください。以上が物理の勉強となります。